私アイクリーンって会社で起業して、もう世の中を良くしようと日々山本太郎先生のように戦っているんですけども、運よく自衛隊にですね、海上自衛、僕呉なんですけども、呉の自衛隊に、海上自衛隊に入ったんですけども、その中で談合があったんですよね。一企業の大きな企業と国と防衛交際会っていうのがあって、でそれで自衛隊の方から家賃と修繕費ですよね、8700円っていうお金を毎月徴収してたと。それは国の持ち物であって、皆様から不満をもらったので、僕も防衛交際会、内閣の方に電話をさせていただいて、時間がない。で、詳しくは YouTube に載ってるんですけども、で、結局返還にはされたんですけども、僕が交渉して、で、返還されたんですけども、まだ癒着があると。癒着があるので、それを個人的にはもうこれ以上は立て入ることは無理なので、令和新選組に私はボランティアとしても候補生としても応募していた、いるんですけども、それにとって令和新選組ができることとかお考えを聞きたくって。ありがとうございます。令和新選組代表山本太郎と申します。皆さんからのご質問に山本がお答えをする、そういった立て付けでございます。ありがとうございます。ご発言いただいた方、もともと海上自衛隊にいらっしゃった、違う、関係企業ですか、何か、業者で入ってて、で実際にそういう癒着を目にしたということですか。なるほど。そのことに関しては今この場で、それはどうだってことはなかなか申し上げられません。理由は何かというと、中身がわからないことになかなかコメントできないってことですね。だからそれが事実関係があったという資料であったりとか、例えばそれが何かしらの報道で、実際に、ね、世に流れたとか、さまざまなものを提供いただいた上で、あなたが考える懸念、まだこれは続いていることなんだと言われる根拠みたいなものを示していただかないことにはなかなか動けない。それを一から私たちが調べていくというような、なかなか、手はないです。なのであなたが一番ご関心を持っているテーマ、しかもそれに関わって、いろんなことを知っているというならば、その情報っていう部分に関して、さまざまご自身が、持っているものであったりとか、さらに情報が必要なのがあるならば、それを取ってきたりっていう作業を手伝っていただけるんであるならば、その上で精査をするっていうこと以外ないです。つまり何か、あなたが経験、あなたが持っている、いろんなソースを私たちが、受け取るってことは可能です。で、そのソースを精査した上で、これは国会で、議論できるものだというものであるならば、これはやり取りが一定可能になるかと思います。今の時点で約束することは難しいです。中身を見てから。はい、それいつ頃ですか？先月ぐらい。ちょっと確認しておきますね。はい、ありがとうございます。すいません。安請け合いだけしちゃったらもう大変なことになりますからね。ちゃんと中身確認してからということになります。ありがとうございます。